他に何かありますか？あればお聞かせください。めちゃくちゃ先のことまで言うと、うん、あの自分のやっぱり今あるお店をしてるところが、うん、やっぱりもっと活性化したりとか、街ごと活性化したりっていう思いは前からあります。だからそれがあるので鶴山でマルシェっていうイベントも、まあ、考えついたっていうのもあるんですけど、自分のお店だけが繁盛してても、なんとなく違和感があって、自分の周りの人たちも同時に商売だけじゃなくて行きしてるような街づくりっていうんですかね、それはすごくこう自分が住んでて居心地のいい街づくりっていうのはすごく大切なんじゃないかなって、その自分の商売だけ見てるとなんかこう視野が狭くなるんですけど、その自分がその街でさせていただいてるっていう感覚が自分の中であるので、まあ、やっぱその商売をするのにこう与えていただいた場所なので、そこをまあ全体的にこう活性化したいっていう思いはあります。結構壮大なんですけど、うん、かなり壮大ですね。はい。でもあのそういう思いはあります。じゃあそれでは、はい、花屋は儲かる業種でしょうか？うん、私自身まだ経営学び始めたところなので、儲かるかって言われてはいとかいいえっていうのはちょっと言えないんですけど、でもあの三笠さんを見てたら、うん、儲かるように経営を持っていけば儲かるお仕事だと思います。で、目標とか目的っていうのがそれぞれだと思うので、まあ、一言に花屋って言ってもやっぱりその人の経営者の考え方があるので、儲けたい、お花屋さんをやりたいっていう人はそういう方針でいけば儲かると思いますし、ゆったりのんびりお花をこう入れるような本当にゆったりしたお店をやりたいっていうのが目的の人はそういうお店ができると思いますし、やっぱり本当にその人の経営者の方針というか考え方とかっていうところに違いが出てくるのかなと思うんですけど。じゃあ夢があると。はいはい。多分これを見てる人たちは、あ、夢があるんやって、うん、お花屋さんが言ってるから間違いないと。いや、間違いないです。そうなると思います。はい。じゃあ今社外で活動していることって何かありますか？私自身は商店会の商店連合会に加盟しているので、まあ、そこでの活動っていうのもあのお手伝いとか、まあ、自分自身が加盟しているので、そこで、まあ、何かイベントがあったりとかしたら、まあ、お手伝いもさせていただいたりとか、横のつながりっていう、あの商店をされている方の横のつながりっていうのはあって、あとは商工会議所にも加盟しているので、そこの青年部っていうのにも今年入らせていただいて、でそちらでも加盟されている方との横のつながりっていうのもあの最近増えてきて、まあ、その方たちと、まあ、一つの事業をするっていうこととかであったりとか、あとはまあ一番力入れてるところは自分の商店会の鶴山大マルシェっていうイベントですね。それはもう本当に金屋とかは関係なく自分がやりたいって思ってやり始めたことなので。その鶴山大マルシェは今年はコロナでなかった、中止になったっていう、はい、マルシェ。そうなんです。で、来年はどうなりそうっていうのは今のところで言うと、一応来年は絶対にやるとは私の中では決めてます。で、できるなら2回開催したいなと。おお、2回。はい。本来は1回なんですか？初めの1年目は1回だったんですけど、3年目、去年2回させていただきました。コンスタントに定期的にやりたいなっていうのは前から思っていて、やっぱり活性化イベントなので、やっぱりその時だけお客さんがたくさん来ても、あのどうなのかな、コンスタントにやるっていう意味を自分の中でも考えているので、
まあ、行くは年に4回ぐらい、あの春夏秋冬で、まあ、シーズンでできれば、まあ、理想かなと思ったりもしてます。その鶴山大マルシェで大変だったことって何かあります？一番最初ですね、